豊か鉄ターミナルホテルはかつて愛知県豊橋市に存在したシティホテルである。豊橋鉄道が所有する豊か鉄ターミナルビル内に子会社の豊か鉄ターミナルホテルが運営するシティホテルとして1988年10月5日に開業した。利便性に富んだ駅前のホテルで豊橋鉄道グループである特性を最大限活かし、 豊橋駅及び新豊橋駅前の利便性と、名鉄グループのホテル運営ノウハウを活用した、シティホテルらしいサービスを合わせ持って運営されてきた。2011年より9階のレストランを多目的、展望ホールとしたことに合わせ、宿泊特化型のビジネスホテルとての運営に変更された。地上9階建てで、1階から5階は飲食店、旅行代理店、自備インコや眼科、 豊橋鉄道本社などのテナントが入るオフィスフロア、ホテルのフロントは6階にあった。6、8、9階が禁煙客室、7階が喫煙家客室、最上階9階はスカイレストラン及び客室の一部となっていた。チェックイン時間は公式には16時以降となっており、フロントは24時間対応のため事前に連絡すれば、深夜チェックインも可能であった。 しかし新型コロナによる需要低迷で2020年9月末で営業終了が決定。2020年10月15日発行の官方号外第216号113ページ第2弾に解散広告が掲載された。2020年12月号から豊橋鉄道は旧豊か鉄ターミナルホテル跡を活用しレンタルスペースを提供開始した。運営は 株式会社クルトンが受託。施設は展望会議室、個室ワークスペース、プライベートスペースが設けられており、Wi-Fi を完備し、会議や個室でのオンライン会議、小グループでのパーティー等で利用できる。ありがとうございます。